現代におけるカナダの演劇はカナダにおける非常に多様で豊かな地域的及び文化的アイデンティティを反映するものとなっている。1960年代末以降、カナダの劇作家の声を育む共同が行われ、カナダの劇場の多くでカナダ人に焦点を当てた演目が上演されている。こうしたカナダの声の中では複数のパースペクティブが存在し、それは ファーストネーション、新しい移民、フランス系カナダ人、セクシュアルマイノリティなどの視点である。多数の劇団がこうした声を特に支えるために立ち上げられている。ノバスコシアのアナポリス湾はカナダにおけるフランス語及び英語両方の演劇を生み育てた場所である。テアトルド・ネプチューヌは北アメリカで初めてのヨーロッパ系演劇プロダクションであった。カナダにおける英語の演劇も アナポリス・ロイヤルでは始まった。ノバスコシアのフォートアンでは、プリンス・オブ・ウェールズの誕生日に芝居が上演されていた。1733年1月20日土曜日に、ウェールズ公、フレデリック・ルイスの誕生日を祝うため、駐屯していた軍人たちが、ジョージ・ファーカーの母兵将校を上演したという。ポール・マスカレムは、ノバスコシア総督だった時期に、モリエールの芝居、 人間嫌いをフランス語から英語に翻訳し、1743年から1744にかけて、複数の上演を行った。タイトル不明の芝居が1748年1月20日に、やはり、プリンス・オブ・ウェールズの誕生日祝いとして上演されており、これは、同年2月2日に再演されている。1825年、モントリオールのシアターロイヤルでのジョン・モルソンの パフォーマンステル・ボンヌのアントワン・フーシェは、カナダ初のフランス語劇場のオーナーとなった。1774年に、様々なイギリスの様々な軍人たちと共にフーシェは、初めて、モントリオールの自宅で、モリエールの戯曲を上演した。他にも、軍隊のために軍人が演じるショーが行われており、このため、初期段階で、舞台芸術と戦争が結びついていた。 一般人にはこれを歓迎し、軍人にとっても、戦争や日頃の軍事儀礼からの気晴らしとなった。1825年以前には、モントリオールのダルハウジースクエアにある、ヘイズハウスホテルが劇場を持っており、ドイツのオーケストラやウィーンのダンスを舞台にかけていた。ここが火事で燃えた後、ジョン・モルソンが1825年にシアターロイヤルを建て、シェイクスピアや、 王政復古の劇作家の作品をかけた。1000人ほどの観客を収容でき、サーカスやコンサートにも使われた。1844年に取り壊されて、代わりにボンスクールマーケットができるまでに、エドマンド・キーンやチャールズ・ディケンズがここでパフォーマンスを行った。西部では、サー・ジェームズ・アレクサンダー・ローヒードにより、グランドシアターが1912年にカルガリーに建てられた。グランドは、 カルガリーにおける多くの芸術組織にとって最初の基地となり演劇、オペラ、バレエ、公共局のコンサート、映画などがカルガリーで初めてここで公演された。1960年代初めまでこの劇場はカルガリーにおける社会的、文化的、政治的な生活の中心地とみなされていた。グランドシアターは2004年に取り壊されそうになったがシアタージャンクションと 劇団ディレクターのマーク・ローズの助けにより保存されることになった。1929年からマーサー・アランがモントリオールレパートリーシアターをはじめ、後共同でドミニオンドラマフェスティバルも設立した。アランはアマチュア演劇が大嫌いであったが、アメリカの影響を受けた映画館の迅速な拡大によりモントリオール及びカナダ全体のライブ演劇が脅かされていた時、アランの活力は、 カナダのリトルシアター運動の先駆けとなった。アランはほとんど一人で現代カナダのプロフェッショナルな演劇の基盤を築いた。ケベックでは17世紀の末頃からカトリック教会による検閲が習慣的に行われており、宗教や歴史を題材としたものばかりが上演されていた。1930年代以末にグラシアン・ジェリナがケベックのおどけものの少年を 主人公とした儀曲、フリドランをラジオと舞台の両方で発表し、これは地域の身近な物事を題材とする現代的な作品であった。この作品は大ヒットし、ケベック演劇の本格的な始まりとなったと言われている。1950年代から60年代にかけて、いくつかの重要な劇場や舞台芸術祭が創設された。 1953年にはトム・パターソンがストラトフォードでシェイクスピアの作品を中心に上演する舞台芸術祭ストラトフォードフェスティバルを設立した。1958年にはジョン・ハーシュがウィニペグでマニトバシアターセンターを作った。1962年にはナイアガラ・オンザ・レークでバーナードショーを中心に上演するショーフェスティバルが立ち上げられた。 1960年代のケベックでは、カトリック教会による検閲が力を失い、静かな革命の影響で活発な芸術活動が行われるようになるとともに、ケベック人としてのアイデンティティを探求するような作品が発表されるようになった。1965年に、モントリオールのワーキングクラスの方言ジュアルを用いて、儀式妹を執筆したミシェル・トランブレは次々と、 ケベック人の暮らしを滑車した作品を発表し、ケベックのみならずカナダを代表する劇作家となった。1965年にはモントリオールに劇作家センターが作られ、劇作家の支援やフランス語儀局の英語への翻訳などを行うようになった。1967年にカナダの建国100年祭が行われ、国民の文化的アイデンティティを開拓する必要性が 徐々に認識されるようになった。こうして1970年代にカナダの劇作家の作品の発展と上演に貢献すべく複数の演劇組織が立ち上げられることとなった。ファクトリーシアター、タラゴンシアター、グレートカナディアンシアターカンパニーなどがその例である。1970年にトロントにできたタラゴンシアターは、 ケベック出身のウィリアム・グラント・グラスことジェーン・ゴートンの夫妻によって設立され、ミシェル・トランブレをはじめとする英語圏とフランス語圏、両方のカナダの作家の作品を上演した。1970年代に、ポール・トンプソンがテアトル・パスミューライユのディレクターを務め、特徴的なスタイルを持つ作品をいくつも制作して、全国的に知られるようになった。1971年に、 カナダの劇作家グループがガスペマニフェストを出し、公的資金が投入されたプログラムの少なくとも半数をカナダの作品にするよう訴えた。数値目標は達成できなかったが、その後カナダの作品の上演は増加した。1980年代から1990年代には、カナダ中で実験的な劇団が盛んに活動するようになったが、その多くは特定の場所を想定し、 観客を上演に没入させるようなテクニックを探求していた。トロント DNA シアターやバンクーバーラディックスシアターなどがこの例である。1980年代以降のケベックでは芸術家本人のアイデンティティをテーマとした作品が多くなり、女性やセクシュアルマイノリティ、先住民や移民などを扱った作品が増え、複数の著名な演劇人が登場した。後に、 世界的な演出家となり、今世紀における最も重要な舞台演出家の一人、映像の魔術師と評されるようになるロブエール・ルパージュは1980年代に活動を開始し、1986年には東洋系の移民をテーマとしたドラゴンズトリロジーを発表した。1994年には劇団エクスマキナを創設し、広島大田川七つの流れを上演した。 ルパージュは、英語とフランス語のバイリンガルであり、一人芝居を作ったり、他アーティストの移植を受けた制作も行うなど、多彩な活動を展開している。英語が優勢であるカナダにおいて、ケベック演劇は、ビジュアルインパクトの強い舞台により、観客にアピールしようとする傾向があり、ルパージュは、その代表例とみなされている。ミシェル・マルク・ブシャールは1987年に、リリーズを発表したが、 この作品は日本を含めた多数の国で上演され、1996年にはユリの伝説シモンとバリエとして映画化された。ブシャールはカナダのフランス語圏を代表する劇作家の一人となり、2011年に発表した農場のトムも2013年にグザビエドランによりトム・アット・ザ・ファームとして映画化された。レバノンのベールート出身で、 ケベックに移民した、ワジティ・ムアワットは1990年代より当格を、表し、作品が、テアトル・パスミューラ・イユやオタワのナショナルアーツセンター、タラゴン・シアターなどで上演された。ムワワットの代表作、焼け焦げる魂は、灼熱の魂として2010年にドュニビル・ヌーブにより、映画化されている。シルク・ドゥ・ソレイユは1984年頃から、活動を開始しており、 モントリオールを拠点として、大道芸人の小規模なサーガス組織から、カナダを代表するユニークな国際的文化産業にまで発展を遂げた。2000年代には特定の文化にコミットする劇団が作られるようになった。例えば、オブシュディアンシアターは、黒人の声を支援する劇団である。フージェンは、アジア系カナダ人の作品を上演する。アラナシアターは、 ラテン系カナダ人の芸術家に焦点を当てた劇団である。トロントはニューヨークについて北米で演劇が盛んな都市であると言われている。2012年頃からトロントではビデオファグやストアフロントシアターなど店舗のような建物に劇場を構えるのが流行するようになった。2014年の時点でカナダは他のどの国よりもフリンジシアターフェスティバルを多数。 開催している。夏のフリンジは6月のサンタンブロワーズ、モントリオールフリンジから始まり、西部の方で9月に開催されるバンクーバーフリンジフェスティバルで終わるというようなスケジュールになっている。この中には、北米最大の2つのフリンジフェスティバルである、ウィニペグフリンジシアターフェスティバルと、エドモントン国際フリンジフェスティバルが含まれる。 他のフリンジフェスティバルとしては、サスカトゥーンフリンジシアターフェスティバル、カルガリーフリンジフェスティバル、ロンドンフリンジシアターフェスティバル、トロントフリンジフェスティバル、アトランティックフリンジフェスティバルなどがある。フリンジ以外のフェスティバルとしては、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーで開かれる、バード・オン・ザ・ビーチ、シェイクスピア・フェスティバル、オンタリオ州、ストラトフォードで開かれる、ストラトフォードフェスティバル、 オンタリオ州ナイアガラオンザレークで開かれる、ショーフェスティバル、プリンスエドワードとシャーロットタウンで開かれる、シャーロットタウンフェスティバル、ノバスコシア州ハリファックスで開かれる、シェイクスピア・バイ・ザ・シー、オンタリオ州オタワと他の都市が交代で開催する、マグネティック・ノース・シアター・フェスティバル、サスカチュアン州サスカトゥーンで開かれる、シェイクスピア・オンザ・サスカチュアン・フェスティバルなどがある。ありがとうございます。